回は7種類のユニークなヨーグルトをご紹介します。ニュージーランドは酪農大国で乳製品が多いのですが、特にヨーグルトはバラエティ豊富。今回のヨーグルトはランチボックスに入るなんと 100g のタイプ。いろいろなフレーバーがあります。さらにこれらは添加物が入ってないんですね。ここに書いてあります。なのでとってもヘルシーで、またここにニュージーランドの鶏が乗っているというとてもユニークなヨーグルトなので、今回ご紹介したいと思います。まずはこちらバニラ味のここの鳥がキウイです。これはニュージーランドの国鳥で夜行性なんですね。でさらに数があまり多くないので、めったに見ることはできないんですが、数はだんだん増えてきているという鳥です。そしてストロベリー味のウッドピジョン、これは鳩です。日本の鳩よりもちょっと大きめですね。で意外とカラフル、私は好きな鳥です。そしてお次がこちらラズベリー味のファンテール、これは庭によく来ます。人の後を追いかけて、足元などから飛び立つちっちゃな虫を食べる、そういう鳥です。そしてこちらがボイゼンベリー味、鳥がコカコって言います。50ドル札の裏にこの鳥載ってます。そしてこちらブルーベリー味のブルーダックです。さらにこちらハニーですね。でこの鳥が Tui って言います。 TUI、 この鳥私の庭に来ます。で、庭にあるみかんを今ついばんでます。そしてこちらがイエローアイドペンギン、味がバナナです。こんな風にいろいろな鳥が学べるとてもユニークなヨーグルトです。それではキッズに食べてもらいましょう。君はどのフレーバーがいいかな？ストロベリー、please。ストロベリー、OK。これですね、ウッドピジョンです。開けてみます。白いの出てきました。はい、どうぞ。はい、あなたはどちらが、どのフレーバーがいいですか？ブルーベリー、ブルーベリー、これですね、ラッキーです。これ開けてみましょう。It popped! Yeah. こんな感じ、ちょっとブルーベリーの色が出てます。はい、どうぞ。ブルーベリー好きなの？どうして好きなの？なるほど、そうだね、うちでブルーベリー取れるもんね。ではまたね、バイバイ。